カップ2010は2010年1月10日から1月31日にかけてアンゴラで開催された第27回目のアフリカネーションズカップである予選大会は 2010FIFA ワールドカップの予選も兼ねて行われた東後の出場自体東後も出場予定であったが会場に向かう途中のカビンダで1月8日代表チームが乗ったバスが同地域の 反政府組織カビンダ解放戦線、カビンダ軍に銃撃され、選手やスタッフが負傷、死亡した。選手らは追悼の意から出場を辞退することを考えていたが、その後東後政府の命令により出場を辞退した。その後、東後の選手が試合に参戦しなかったことから、正式に大会から除外された。1月30日、アフリカサッカー連盟は東後に対し、 政府の介入で、大会出場を辞退したことに対する処分として、次の2大会のアフリカネーションズカップ、出場資格停止、及び5万ドルの罰金という処分を課した。なお、出場資格停止処分については、2010年5月14日の、スポーツ仲裁裁判所の裁定により取り消された。グループ A、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、 チームにチーム 1V チームにチーム 1V チームにチーム 1V チームにグループ B チーム 1V チームに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 チーム 1V チーム2グループ C チーム 1V チーム2チーム 1V チームにチーム 1V チームにチーム 1V チームにチーム 1V チーム2チーム 1V チーム2

チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム23位決定戦、チーム 1V、チーム2決勝、チーム 1V、チーム2サブ、東合オフィシャリーディス d オリファイドフロムアフリカカップオブネーションズ、英国放送協会。2011年2月10日閲覧。東合ハンデッド e 2トーナメントネーションズカップサスペンション。ESPN、2011年2月10日閲覧。 ありがとうございます。